てる。あ、団長、団長。あ、わあ、あ、はい。今日のメインは、津山のホルモン焼きうどんをイメージした、玉並みバージョンで作っております。で、温玉飯も玉並みバージョンで、作っております。で、汁は味噌汁お水入れしください。いただきます。いただきます。いただきます。いや、いただきます。もう一回。はい、めちゃくちゃ美味しいです。美味しい。船の上で作ったとは思えないクオリティですね。はいはい、今日取材していただくのはですね、はい、あちらの巡視で玉並みの方になります。おー、玉並み、はい、ではご案内します。はい、はい、すげえテンション上がるわ。テレッテレッ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですか。はい、おー、どうぞ。よいしょ。見晴らしがむちゃくちゃいいですよ。これも上のかな。あ、意外と、うわ、すごい、かっこいい。意外と広い。あ、意外と広い。ああ、思ってたより、うん、みたいな感じなんですね。意外と半、もう同じです。ももに車のハンドルとメーカーが、はい、あ、右、うん、そうです、そうです。左に来たかったら左に、はい、はい、負けば OK ってことですね。はいはい。これがシャワー室。はい、そうです。もうすごい。まあ、ちっちゃい。そうですね。まあさすがに浴室はないですけど、まあ普通にこうシャワー浴びれます。はい。ここからですね、主計家さんがご飯を作ってる現場をちょっと撮影させていただけるということで、やってみましょう。はい。いい匂いがしてるね。ね。お邪魔します。おお、もう早速。はい。わあ、めっちゃいい匂い。わあ、はじめまして。よろしくお願いします。純正玉並みの死刑囚、野村と申します。持ってきましょうか。あ、大丈夫ですか。いいですか。大丈夫です。はい。じゃあ、直さん取り行こうか。あ、わかる。一番人気メニューっていうか、まあ、なんかあるんですか。やっぱりカレーですね。カレーはみんなものすごく。ああ、なるほど。曜日とかあるんですか。それこそ海上自衛隊みたいな。海上自衛隊さんとかは金曜日とか言われてるんです。間隔を空けて、まあ、月に 2,3 回ぐらいは作ってるって感じなので。メニューっていうのはもう自由に、はい、あ、そうですね、私が自由にもう作ってて、はい。もうおかわりもできるようのぐらいの量を毎日、はい、あ、そうなんですね、はい、ってます。
もう少しでいい。はい、そうですね、食器が後から来るので、なるべくはもう一人で使った器具を洗うようにはします。
ないですね。シェフの本人。あ、おいでおいで。じゃあ料理の紹介します。あ、もう一回。あ、料理の紹介いたします。はい、お願いします。はい、今日のメインは、津山のホルモン焼きうどんをイメージした、玉並みバージョンで作っております。で、温玉飯も玉並みバージョンで、作っております。で、汁は味噌汁です。はい、今日の献立はこちらになります。お手入れ正しなさい。いただきます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 。食事始め。食事始め。食事始め。いただきます。間違えてます。合唱やね。じゃあもう一回酒入れます。はい。大ぶりのホルモンが入ってた入ってた。めちゃめちゃプリプリで入ってますよ。じゃあ早速ね、ホルモンからいただきたいと思います。いただきます。柔らか。おお、名物だからね。そう、玉野といえば温玉飯。温玉飯はあの穴子が入って、かば焼きのタレ。温玉がたまらんですね。温玉と温玉のとろみと穴子が絡んでますね。ああ、確かに。玉並み温玉飯最高です。あります。いつもは静かに食べてるんですか。そういうわけじゃない。ちょっとみんな緊張してるっていうのはある。まあプライベートの話だったから。めちゃくちゃ美味しいだから。美味しい。しかもボリューム満タン。ねえ。なんかこうとてもこう船の上で作ったとは思えないクオリティですね。確かに。ね、やっぱ楽しみね。次何が食べれるんだろうってね。穴子早いでしょ。そうね、ゆっくり食べてる暇ないですもんね。余ったものってのは、はい、余ったものは、まあ、ちょっとお腹空いたら食べるみたいな。そうですね、おむすびにしたりとか、まあ、冷凍して今後、まあ、白いご飯だったら冷凍して今後に使ったりとか、はい、してます。無駄にしないってことか。はい。大体お昼休憩ってどれぐらいあるんですかね、ご飯食べて。まあ、大体1時間はあります。そうですね、今日みたいにキッチンにつけてたりしてる場合は、みんな一斉に食べるんですけど、船で海の上航海中とかでしたら、そのワッチがありますので、何人かは船を動かすように残ってて、何人かは食べてる。その交代交代。この仕事においてやりがいを感じるときってどんなときですか。まあ、料理で言えば、やっぱ皆さん美味しいとか見てくださるので、それは私の原動力がやりがいにもなってきますし、まあ、会社の本業務で言えば、その人命救助に当たった場合に、まあ、ありがたいと言ってくださるときは、それもやりがいになったりとか。お疲れ様でした。いや、野村さん、ありがとうございます。美味しかった。すごく美味しかったですよ。はい、まあね、こうなかなかこう限られたスペースの中で、はいはい、あれだけ上手に料理作るっていうのはね、なかなか至難の技だと思うんですけれども。そうですよね。はい、私ちょっと気になってることがあるんです。気になったというか、はい、ちょっと聞いてみたいことがあるんですけど、はい、今までで野村さんがね、こう料理作ってる中で、はい、こう8人分とか作るわけじゃないですか、はい、なんか落としてしまってもう食事を作れなくなったみたいなのがあったりするんですか。何かこう出来上がったものが、ね、ハプニングみたいな。ハプニング、まあ、この船ではないんですけど、内部署でカレー作ってたら、はい、あのカレーが足りなくなって足りなくなって急遽もうあのルーを急いで溶かして作ったんですね。もうルーとご飯っていうのを食べた記憶があります。なるほど、ね、だってなんか急なね、こうやっぱなんかこう波とかでこう持っていたね、こう鍋がこう落ちたりだとか、こうまあちょっとこうかけてたものが落ちてきたりとか、そういったこととかっていうのもないんですか。だこの船は、うん、そのあんまり揺れる海域にはいかないので。あ、なるほど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 。まあ、ただ、まあ片手で持ったりとか鍋をとか、うんうんうん、はしないようにはします。もう必ず両手で持つとか、はい、なんかこうさっき見させていただいたら調理のところでもこう倒れないようにこう木箱の中にこう入ってたりとか、こうフックのね、こう角度がちょっとこう深かったりだとか、結構やっぱさまざまなところでね、こうちょっとこう工夫されてたりもしますよね。そうですね、はい、うん、暗い揺れない、揺れにくいって言っても、多少の揺れではちょっと倒れたりすることはあるので、そうですね、まあ、気をつけ
ってはいます。おお、すごいね。先ほどあの作らせていただいてたこのね、手際とかも見せてもらったら、その後すぐお掃除もされてるんですね。はい、衛生面。あ、そうですね、はい、素晴らしい。でまた、ね、一番怖いので、あ、確かにそうですよね、はい、皆さんにこうね、どうしてもこうね、なったりするんですね。そうですね、すごいね、すごいね。なんかこう、今後挑戦してみたいメニューとかってあったりしますか？挑戦したいメニュー、はい、挑戦してみたいメニューですかね。まあ、まあ、ちょっと船なんで、はい、作れるメニュー限られるんですけど、そうですね、まあ一流レストランぐらいのなんかものは作れるようには船で、すごい。じゃあ実際に食べるっていうことはもしかしたら難しいかもしれないですけれども、ね、うん、ただね、30歳ぐらいまではですね、はい、まだまだ海上保安庁を目指せますから。お、かっこいい、はい、ぜひですね、うんうん、皆さんも入庁していただいて、はいはい、美味しい食事もね、一つのこう目当てというか、そう、楽しみとしてね、はい、で受けていただけたらと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、改めて野村さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。